スターダムは7月23日日曜日東京大田区総合体育館にてスターバースプレゼンツ5スター GP2023 サポーティドバイソフトバンク開幕戦を開催した写真死闘を繰り広げるジュリアとあのをお,おりスターバースプレゼンツ5スター GP2023 サポーティドバイソフトバンク開幕戦日時7月23日 日曜日会場午後4時第0試合開始午後4時20分本戦試合開始午後5時会場東京大田区総合体育館監修1747人セミファイナルではブルースターズ公式リーグ戦が行われジュリアとあのおさおりが対戦した試合は荒れた展開となり流血を伴う激しい戦いが続き安納が客席に向けてフィッシャーマンスープレックスを放つ ジュリアもお返しとばかりにテーブル上で安納をパイルドライバーを炸裂させ、机を真っ二つにした。終盤では大技を連発し合うが、時間切れで引き分けとなった。激しい試合が展開された二人の関係性は依然として複雑で、これからも注目される。試合結果、下向き黒三角ブルースターズ公式リーグ戦15分1ポン勝負ジュリアより小さい1点、バーサスアあサオリより小さい1点。 15分0秒時間切れ引き分け、試合後のジュリア・ジュリア、4年ぶりのあのおさおりとのシングル。私があいつにシングルで初めて勝つ大チャンスを逃してしまったけど、決着つけるんだったらもっと良い舞台でやってやりたい。5、スター史上初の2連覇ができる可能性がある人っていうのはジュリアしかいないでしょ。史上初を私がいただいちゃうから、試合後の安納あのおさおり、ジュリアやっぱあんたは最高だよ。 私をこんなに笑顔にさせてくれて、ぼ、スター出れてほんまに嬉しい。中略、私はこの機会にあのおさおの名を残すから。刻むから絶対に、写真提供、スターダムより大きい。